あおチャンネルのなりげです。まさでーす。いただきです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今日の議題は、のんけってどう？よーちょっと片手塞がってるんでね。いや、しづらい、ちょっと、本日は、久しぶりに、ゆったりぐだぐだ、トークしていく動画にしようかなと思うんですけど、ちょっとママはこのなんか、頑張って俺とまさが、隠してる風の子は、まあ、気にせずに、このまんま見ていただけたらと思います。はい、じゃあそれではやっていきましょう。はーい。はい。秋といえば。秋といえば。ば。秋といえば、栗拾い。あれ、急に2人になったですね。でもなんか今回の議題というか、のんけ、まあ、知らない人もいると思うんですけど、こっちの界隈で言う、まあ、ストレートの男性というか、まあ、こっちの界隈にあまり気がない人みたいな、のんけっていう界隈用語で。界隈用語、はい、知ってるだろうかよ。いやいやいや、最近知ったんですよ、俺も本当に。は、でもなんか言っちゃうもとのんけみたいなことですね。うん、まあそうなるんですかね、多分。元のんけです。なりさんもじゃないんですか。一瞬。あ、一瞬。うん、一瞬。いや、一瞬なの。生まれてからここまでとかじゃない。次の。はーい。一瞬深掘りはやめた方が良さそうですね。それはどうすか。潜在的先天性。難しい、もう。ちょっとクラゲちゃんは、まあ映ってないですけど、このもう一個向こうの方にいます。イエーイ、クラゲちゃん。クラゲちゃん、これ出てない。これ出てない。イエーイ。ではお二人に聞いてみちゃおうかな。はい、はい。ではお二人に、のんけのお友達はいらっしゃいますか。それはどこに、地元に。あ、地元でも、まあ今東京でも。地元はもうのんけの友達しかいないです。ああ、ね、じゃあ逆にこっちのゲイの友達はゼロみたいな。いないですね。東京に出てきてなんかゲイの友達ができた。あ、素敵。素敵なの。そうだね。なんかさ、クラゲちゃんは友達のラインが分かんないんですけど、同じく。ちょっと闇ちょっと闇かね。深かったよ今。のんけゲイとかの以前ね、友達がいないっていう。ちょっと怖いよ、今怖かった、あれは。そうそう、じゃあクラゲちゃん基準で、まあ地元でも東京でもまあいるんじゃないですか。いる。でも一緒に遊びに行ったりとかは、あ、女の子とは遊ぶんですけど、男の子とは。ああ、男のストレートの子というか、まあその、まあ、うちらが言ってる中ののんけみたいなのは、うん、あんまりいないと思います。なんかノリしんどくて。ああ、そのみんなの、まあ、吐きそうになったじゃない。うんみたいな。そしてみんなの、まあ、男ノリというか、そう、もうこなくてね、若いしね。今女の子は結構いい。はい、女の子いけるっていうか、いけるって誤解が生まれる。そうですね、女の子は普通にこの感じのノリで、うん、みたいな感じで。そのまんまのね。今のまんまのクラゲちゃんノリでいけるけど、じゃあ、そののんけ相手で、恋愛というか、片思いだったり、もう両思いかもしれないけど、好きになったことは。いやーね、いや、無理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 。考えられませんよ、そんな。え、結構勝ち目いい。好きになったことがあるか否かですか。ズバリあります、みたいな。ズバリありますみたいな。何歳ぐらいの時に。高2ぐらいの時。いや、マッチングアプリとかも18歳からできなくて、ね、ってなるともう学校でってなっちゃうじゃないですか。で、好きな子いて、なんかそのクラスの子みんなが告白とか応援してくれたんですけど、それで昼休みに告白して普通に振られました。でも割とじゃあクラゲちゃん的にオープンな感じではいたの。え、なんかキャラなのか本当にゲイなのかどっちなんだろうみたいな。あー、周りからしたらね。そうです。逆になんかそう、女を装って女に近づこうとする、なんかモンスターみたいな風に思ってる人もいたから。ビジネスゲイ的なね。そうです、そうです。はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあのんけの子を好きになったことはありますか。え、さっきやった。さっき今やってたやつです。
俺たたくの。心配心配。あ、もう帰る。じゃあ、のんけの子と付き合ったことはありますか？ありますか？のんけ付き合ったことないです。え、てか、え、僕もないです。付き合えるんですか、逆に。確かね、無理じゃない。無理だよ、ね、たまにいない、なんか、ゲイの子でもさ、ノンケと付き合ったけど、結局なんか、女の子いいからみたいな、別れちゃったみたいな。友情付き合いみたいな。でもなんか、ある程度のなんか、エッティーな部分はね、踏み込んでる。なんでだから俺を叩こうとするんすか。たまにいない。え、なんかそこまでできるんだったら、もうゲイってかバイじゃないのと思っちゃうんですけど。まあ、エッチだけできればいいみたいな。めっちゃいます。ノンケの子だけど、なんか女の子にはなんかモテないって言ったらあれだけど、なんか、ああ、そういうこと。なんか高校生でなかなかそういうエッティなんできないじゃないですか。エッティなんてないね。ちょっとバカにしてる。できないから練習台みたいな感じでいろいろやってました。練習台役クラゲみたいな。それは嬉しいの？なんかもう、そのそれだけやらせてくれただけで嬉しいなのか、そこからやっぱ気持ちが入っちゃって後からしんどいなのか。あとからしんどくなるけど、やっぱその場は最高みたいな。リアルタイムは最高。でもなんかしんどくならない。わかります。でもその子めっちゃ女の子好きだから、ああ、とりあえずなんかそれを欲を発散させたいみたいな感じでお手伝いするみたいな。お手伝い、ヘルパーさん、ヘルパーさんって、ヘルパーさん、ちょっと待って待って、お掃除係してます。そう、なんかエグい、いろいろ出てくる。怖いんですけど、僕その先の可能性があるんだったらヘルパーさん頑張ってみようかなと思うけど、でもなんかそのね、場面だけのヘルパーさんで自分がしんどくなりそうだったら、でもそれがめっちゃタイプの子やってなったら話変わるくないですか。ヘルパーさん頑張ります。ですよね。頑張るの？2対 1？ でも、恋愛的には好きにならなそうだけど、はい、まあ、いろんなところヘルパーさんできるって思ったらさ、現実的に近づけないけど、ヘルパーとしてなら近づけない。でもなんか、後を先考えずの、でもそれはそれで、やっぱ年相応のあれがあって、いいと思うんだけど、まあ、なりさんはですね、もうそろそろいろいろ考えないといけない年ですからね。どういうこと？いや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 。じゃあ、はい、例えば、見た目が、この人、かっこいい、かわいい、で、まあ、恋愛的に好きみたいな対象に対して、その人がのんけでしたかゲイでした、はい、まあ、どっちにしても好きなのか、まあ、のんけだからこの人は好きってなっちゃうのか、ゲイだからやっぱこっち属性だからちゃんと恋愛できる可能性があるから好きなのか。あ、はい、聞いてる感じクラゲはね、相手がのんけだろうが食い尽くすみたいな。ヘルパーさんがね。でもゲイだったらさ、もしかしたらだって好きになってくれる可能性はあるじゃん。逆に言うと、もし失敗することを考えたらノンケやったら、ノンケだしなって諦めがつくけどと思いますけど。けど、でも前に進むには相手もゲイじゃないと無理だから。いや、僕はノンケって分かったら別に恋愛対象に入らないんで。ああ、いや、分かるかも。そう、基本あの友達ってなるから。同じ顔の人がいたとして、ゲイとノンケの人ってなったら、もう別にゲイの方であってほしいと思います。まあ、全然可能性がね、多分変わってくるし。ノンケって分かったら、恋愛対象か外れて性的対象になっちゃう。性的対象に入るのそれ。なんかそれ年齢によるな。年齢による。すごい年上の人ってもう多分確立されてるもんだと思ってるから、そんなに変わらないと思うんですよ。思うじゃん。思うじゃん、なんですか。でも本当にいるいる。あ、せーの。クラゲの方が経験豊富でした。なんか経験人数500人くらい超えてからなんか女に飽きちゃって。そのパターンもあるんだよね。だからめっちゃその人自身、女の子がめっちゃモテてるからイケメンだから、すぐ男の世界に行ってもめっちゃ需要あるみたいな。バイだったら分かんないですよ。分かんないっていうか、バイって言われると自分はちょっとなんか引いちゃうかも。あ、そうなんだ。都合いい時に切り捨てられちゃいそうみたいな。まあいい感じかなと思ってたのに、自分は子供欲しいから結婚したいからみたいな言われると。あ、友達がそういうパターンのバイの子と付き合ってたりもしたのもあって、で、そういう振られ方したっていうのを聞いたから、で、なんかどんどん俺から離れていくの何。いや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 、俺のんけっぽいみたいなセリフよく出るじゃないですか。あー、あれってどうなんですか。
結構言われなくはないじゃん。てかめっちゃ言われますですよね。ですよね。それはなんかあれですか、挙動がそうだからと思う。でも挙動も入ってのプラスで発言の仕方というか、うん、出すよみたいな。ああ、うーん、まあ、男っぽい。なりくん言われることあります。たまーに見ただけみたいな。飲むわよーみたいなやったら、あーみたいな。言われるのはあんまりあれですかね。で、どう？あ、それおらしくない。なんか自分はもう自分がしたい見た目で、まあ、これになってるから、うん、別になんか女装おねえみたいな感じではないから、うん、でもやっぱそののんけって言われるの嬉しいんじゃない。なんか嬉しいというか、うん、本当なんか中になんか、うん、やっぱそのかっこよさみたいなのが、うん、含みで、まさかの、なんかのっけっぽいみたいなんで。ああ、そういうこと。あ、それかっこいいって言われてるんですか。結構そっちの意味だと思ってました、目的には。じゃあなんかそういう含みもあっての自分だったら、あ、なんかのっけっぽいねみたいな。で、自分だったら言うと思う。自分だったらね。じゃあ嬉しいです。もっと言ってほしい。言ったことないけど。結局ゲイだろうが、のんけだろうがね、まあ人間性ですよね、結局。じゃあ性別なんて関係ない。だそうです。すごい綺麗な感じに。まあまあまあ、人間性って大事ですよね。はい。じゃあみんな最後、それと同じ性で言いますか。はい。じゃあ結論、せーの、どっちも好き。せーの、性別なんて関係ない。はい、ぜひ皆さんのコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。